ちは。こんにちは。いやー、ちょっと待って、なんで座ってんの。いや、何、さあ行きましょうか。行きましょうよ。どこへ行きましょう。これだから高校球児チャンネルでしょ。そうですよね。え、どうしたんだ。いやいや、お前どうしたんだ。お前センターになんか座って。いや、それはもう自分中心に回ってますから。そうだな、はい、すいません、今日もまた来てくれて。いや、もう本当すいません、本当よろしくお願いします。謝るんだったら帰ってよ。突き放しますね、本当に。はい、そんなことないすいません、本当に。まあこの3人が揃ったということは、はい、今年もこの季節がやってきました。お、どの季節どう3人が揃ってどの季節だ。この季節がやってきました。この季節ね。はい、はい、本日、はい、今年のプロ野球、はい、順位予想やっていきましょう。はいはいはい、あの1回も当たったことないやつね。そうです。はいはいはい、ちょっと待って。確かに当たってる。いや、怪我人が出たりとかね、はい、そうですね。まあそういうことがあるんだよ、やっぱ中に。ちょっとね、まあそういうのもありつつ、うん、順位予想イップスですもんね、ちょっと。ちょっとイップスになってるからね、なかなかね。イップス、ちょっと言葉が出なくなったら頼むぞ。いや、本当に今年は豊さん、はい、当てましょう。いや、俺はね、はい、昨日実は寝るときにひらめいたんだよ。え、なんすか。順位がパラパラパラーっと出てきたんだよ。え、いや、本当に。マジっすか。走馬灯みたいな感じっすか、じゃあ。そう、昔のあれ知ってる、はい、歌番組のパラ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 ってバーンだから夜もっぱれる。違うよ、ベスト10。ベスト10ですか。あ、お前、はい、流れてなかったの。いや愛知県流れてますよ。そりゃ、まあそういう感じで頭の中バーッと出てきたんだよ、全部。で、結構自信もあるってことですね、今年は。いや、俺今年は自信あるな。あ、じゃあこれはもう、これでも毎年聞いてるもんね。もういやいや、ここまで自信満々じゃないよね。いや、でも結構目泳いでますよ。今だから昨日、だから逆に降りてきたことで、うん、多分寝れてないんだろうなっていう。確かにな。ただの睡眠不足。ただの睡眠不足で来られたのかなっていう。はい、ということで、まあ、セ・リーグ、パ・リーグやりたいんですけど、これね、俺は12球団当てる自信がある。マジで言ってるんですか。今年はやめたほうがいいっすよ、あんま強く出るのは。叩かれますよ、毎年。やめましょう。もう叩かれてるんですから。本当にか、叩かれてる、そんなに。みんな忘れてるだろ。あいつはもう分かってないみたいな。まあでもね、はい、各球団ファンはいるからさ。いますね。まあ、それぞれの思いがやっぱありますからね。でもまあその理由も含めて、まあ喋っていきたい。わかりました、ね。ちょっと期待できますね。はい、じゃあ12球団やっていきますけども、はい、今回まずセリーグからいきましょう。はい、はい、どっちからいく？頭からいく？尻尾からいく？やっぱ下から上げていきましょうか。そうだ、はい。かけんの？数字ぐらい書いてますか。何書いてんのかなんて。最初いくつになってたから。おい、それぞれいくつ持ってるんですか。いやー、これ大丈夫ですよ。何イプスだ。いやー、だから自分はもう本当メディアイプス。まあそうだよ、はい、何もできないもん、弱いもんな。普段面白いくせにな。いやいや、ありがとうございます。一番向いてないじゃないですか。はい、じゃあセ・リーグ、はい、6位からいきましょうか。うん、まあ、6位は、はい、ヤクルト。ヤクルト、これはもうまた敵回しましたね。いや、ヤクルトファンを。いや、そりゃさ、6位にすると敵は回すよ。で、仕事柄さ、はい、ヤクルトは上に上げなきゃいけないんだよ。いや、そうだと思いますよ。いいんですか、フジテレビ。はい、いや、だけどこれはもう忖度なしで。ああ、じゃあちょっと理由もちょっと。理由はね、やっぱオープン戦のピッチャーの打たれ方が悪すぎるわ。あ、打たれ方が、うん、打たれ方っていうのはそのどういう、ボッコボコにされてるという。あ、内容ってことですね。それは何ですか。いいボール行っててもそれも全部持ってかれてるみたいなことですか、ピッチャー。だから投げるピッチャーが今いないという。バンデンハーグと、はいはい、あの田口が、はいはいはい、いや、それは実力通りに働いてくれると6位から脱出するかもわかんないけど、はいはいはい、バンデンハーグ来ないじゃない。まあ、まだ来れない。来れないですね。そうですよね、今。だからやっぱ苦しいと思うよ。それとやっぱ山田がね、体があんま良くない。お、あ、やっぱオープン戦の時からちょっと休みがちだしさ。あら、コンディションで言うと、あらじゃないんだよ。おばさんか、お前。おばさんみたいな。あらって言った。いつからおばさんだったの。いや、僕もだから大人になったんすか。気づいたらおばさんになっちゃった。そんな感じで。なるほど。なんかね、弱いチームほどやっぱ怪我人をなくし、やっぱ戦力整ってなきゃいけないんだけども、はいはい、やっぱこう戦力が整わないとやっぱバランス崩すよね、チームの。はい、だからそこら辺で不安。いや、今年内川選手も来ますし、まあそうなんですね、大戦力だと思うんですけど。いやいや、内川は村上の後を打って、はい、そしたら村上に勝負してくれる率が高くなるけど、はい、だけどやっぱり年も年だしな、はい、だからフルシーズンできるかというとまたちょっと違うし、
ほんで外国人が入ってきたらどっかも分かんないし、ああ、うん、なるほど。そしたらその外国人が打つか打たないかによってはまたなんかまた打ちかとかさ、うん、なんかこう迷いを生じてるという、まあこのセ・リーグの中でやっぱ不安要素がやっぱ多いってことですかね。多い。ああすいません、まあ、すいません、すいません、当たんない可能性の方が、ね、高いんで、はい、はい、じゃあ次5位いきましょうか。いきましょう、はい、まあ、余計な人ですからねそんなことないですよ、まあ、5位はサクサクもやっぱ行きたいんで、はい、そうだな、はい、DeNA、 あれ大丈夫ですか。問題ですよ。いやだから忖度しないって言ってるじゃん。でも外とオースティンがいない、エスコバいない、はい、いないですね。これはやっぱ苦しいよ。俺最下位でもおかしくないなと思ってるんだけど、やっぱピッチャーがある程度ヤクルトよりは頑張れてる、オープン戦を見るとね。はいはいはい、はい、だからそういうところで言えば、まあ、DeNA の方がちょっと上に行くかなって。おお、で外国人抜きで、あ、そうですね、打線を組んだ時にはヤクルトの方が俺はいいと思うよ。ただヤクルトは揃わないということだよ、はい、揃えづらい、揃えづらいですか。イプスになってる。この辺からも多分もう喋られないお前もなんかちょっとお前もおかしかったぞ。全員危ないっす。やばいっすね。ピッチャー陣はどうですか。ピッチャー陣は DeNA の方がまだいい、はいはい、あ、ヤクルトに比べるとってことですね、うんうん、これは忖度なしですよ。忖度ない、はい、いや忖度してたら面白くもなんともないからさ。だから俺は当てにいってるって言って、それを本気で外しちゃってるって言うと思うんですよ。毎年もはね、いいんじゃねえんだ。それでは、まあ、B クラスの、上位トップだな、はい、B クラスのトップ、いや、いい言い方してくれたら、やりやすくなって一応、まあ、少しでもやっぱり和らげてあげないと。ここは広島。ああ、ここ広島。まあ、昨年あの低迷してたけど、はい、野手も優勝した時のメンバーも残ってるし、うん、はい、あとやっぱり若手のピッチャーがちょっと成長が見受けられるかな。いや、栗林君いいですよね。栗林もいいしね、はい、中村、はい、ピッチャーね、はい、あれもいいし、はい、で島内が良くなれたみたいな。だからまあ広島は上位に来るかなっていうふうに、まあ上位って言っても4位だけどね。まあ昨年よりは状態は良く来るかな。これ昨年の順位と現状一緒ですよね、これ予想的に。去年の2020のとりあえずは違うよ。あれ違いましたっけ。 DeNA は4位でしょ。あ、ここ逆か。ああ、逆、なるほどなるほど。何お前編集かまさないかんやないかお前のバカさ加減こうそのまま流すからね。いや、なんかそうカンニングしてんのかなっていう。そカンニングなんかするかよ。はい、ということで4位広島ということで、はいはいはい、ここから A クラスですね、はい、続いて、はい、3位お願いします。中日。あーっと、なんだよ、中日ファンなんで。いや、分かってるよ。どうですか、お前フラットな感じで見ても中日が3位だろ、はい、あの今年に関しては、うん、自分の予想も中日3位でした、うん、あら、なんだちょっと面白くもなんともない。いや、気持ち的にはやっぱもっと上位だとは思うんですけど、やっぱそれ以上のチームがいるっていうところでは、まあ、ここ最後クライマックスに入り込んで、もうでも俺中日は広島とひっくり返る可能性もあると思う。あ、ここですか。え、ここ1位、2位はね、どちらかだと思うよ。ひっくり返ることはない。あ、今年は3位までに。なるほどなるほど。中日とひっくり返ることはない。でも3位と4位はひっくり返る可能性がある。でもまあ中日の方がまあレギュラー陣がしっかりしてるかな。ありがとうございます。ただチャンスに弱いんだよな。そこがやっぱこう問題なところ。結構毎年なんか良くなってってるイメージありますけどね。まあレギュラーがしっかりしてるよな、はいはい。内野なんかガチッと固まってるしさ、はい、まあ、平田が活躍すれば、大島がいれば、うん、あとはレフトを誰にするかっていう、まあ、一つの余裕があるよね、いいやつを使えばいい。あと、まあ、絶対的に今もうエースもいますから、ね、まあ、エースがいるけど、はい、他のピッチャーが続いてこないんだよ、ね、あ、その周り他の、うん、柳でもちょっとダメだしなーって、勝つのは打たれるしなみたいな。あ、まあ、福谷が去年ぐらい投げてくれればまだいいけど。そうですね、はい、まあ、開幕福谷選手、ね、そうだな、福谷は、はい、なるほど、はい、じゃあ続いてもう、まあもう笑ってる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 。今どっちだと思う。2つしかないな。いや、そうですよね。どっちだと思う。もう言っていいですか。僕いいよ。まあ僕でも、まあ、阪神かなと思います。2位が。お前は。いや、自分はここ、うん、巨人だと思います。あ、2位が、はい、で阪神1位かなと思ってます。お前なんだよ、巨人が2位に落ちる、阪神が1位に行く要因は何だ。
いや今年のオープン戦の阪神の勝ち方と、うん、佐藤君ってこういう風に行きがちですけど、近本選手の安定であったりとか、うん、まあ、そのピッチャー陣、秋山選手もすごい好投しましたし、シーズン通してみたら一番勝てるんじゃないかと思いました。苦しそうじゃない。いやいや、でもまあまあ、分かるよ。バランスがいいのかなと思います。オープン戦もね、見ててオープン戦もすごくいいですし、どうですか。まあ、で僕もやっぱその勢い的には阪神かなと思うんですけれども、なんかまだこの巨人のやっぱ勢い、まだこの強いのはそのまま継続中ですし、阪神が1位になるなら、まあ、来年、再来年ぐらいかなっていうぐらいの気持ちですね。あのなんかそのまだやっぱ若い選手もやっぱ多いですし、ポジションもなんかこの固定というか、実際レギュラーシーズンでやってないんで、そういうことを踏まえて、まあここはちょっと2位にさせていただきました。語るようになったね。あ、本当に。いや結構苦しかったですよ今。これは、はい、あ、語るんですか。いいですか。どうするどうする。まあいいでしょう。一旦聞きます。よろしいですか。はい、じゃあ2位は、はい、阪神。おー、そう、もうおのずと出てくるよね。はいはい、まあ、1位が巨人ですね。これやっぱりさ、俺双璧だと思うんだよ。おー、はいはい、むしろ阪神の方がピッチャーいいかもわかんない。あ、はい、うん、で楽しみも阪神の方が多いかもわからん、はいはい、ただ丸、坂本、岡本、うん、まあ梶谷も付け加えていいかな、うん、この4人っていうのは計算できるでしょ、バッターの中でも、うん、まあ確かにそうでしょ、はい、阪神で計算できるバッターってそんなにいないんだよ。で佐藤もまだ未知数でしょ、はい、まあそうですね、どうなるか、はい、それはオープン戦でも絶好調で、うん、あれだけ打ってるよ。それと圧倒的に違うのはミスの差なんだよ。ミス。だ、阪神にミスがなければ、はいはい、優勝してもおかしくないよ。でもオープン戦見ててもとんでもないミスするからね。だからそこら辺が解消されないと、はいはい、阪神は優勝ないかなって。それはシーズン入ってミスがなければ優勝しちゃうかもわかんないよ。はい、そのぐらいのもう接近した力だと思うんだけど、はい、やっぱ巨人はやっぱミスしない。あとはやっぱ采配という面ではやっぱよく動かす、うん、動かせれば勝てるかっていう問題ではないけど、はい、でも選手が飽きない。なんだよ。いや、すごい饒舌だなと思って。選手の経験値の差もあるってことですか。そう、もちろん、うんうん、だから徳が言ったように、はい、阪神が優勝するんだったら来年以降するかなと、はい、あとはミスをなくし、やっぱ対戦成績を見るとさ、はいはい、やっぱいつも巨人が勝ってんだよ。だからこれがひっくり返ってこないとさ、力関係がかこう変わってこないと俺は巨人を抜けないと思ってる。あ、ただこの今の勢いのままに突き抜ける可能性はどうですか、阪神は。まあ、ないですか。ないんじゃないかなって思うけどね。ただ開幕戦がヤクルトなんだよ、はい、勢いがつく可能性はそこでってことですか。いや、3連勝っていうこともあるし、なるほど、うん、下手する。え、結局じゃあこれでいいですか。結構いろんなところに保険かけてましたよね。ほら、何にも保険かけてない。なんでこれ 夢に出てきた通りだ。あ、これが降りてきたんですね。降りてきた。パラ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 。なるほど。いやいや、でも夢落ち、はい、あの2チームはパラ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 、ずいぶん長かったんです。あ、神様もおそらく迷ってた。なるほど。忖度はしてない。それ神様の予想じゃないですか。言って大丈夫ですか。いや、俺ももう落ちた。ちょっと入ってんですね。ちょっと落ちたから、はい、なるほど。納得したんすね。納得した。あ、じゃあもう高木豊の予想っていうことでお出ししても大丈夫ですか。なるほど。今までと違ってすごい、はい、説得力がすごいあるわ。はい。いや、なお前何て言ったってどうする。で、ちょっとなんか今年はやっぱこう前日に降りてきてるだけあって。そうだろう、はい、いや、やっぱり上手でしたし、すごいなんか目がキラキラして。喋りじゃないんだ、喋りじゃないんだ、はい、分析力がすごい。ちょっと確かになんかね、でも可能性としてはここがひっくり返る、ね、それだけなんだ。ちょっとここは落ちてないんですか。まだしっかり前日落ちてきたんですよ。ここは落ちた。別に可能性としてはってことですね。可能性としたらそこが番狂わせみたいな、はい、なるほどなるほど、ね、
いやでもこれはありえる、ありえますね。確かに、うん、いやもう今年のねシーズン終了の時がもう楽しみでしかないです、まあね、本当にまた出れるかも、当たったら出すから。え、じゃあもう出れないってことですね。え、なんでだよ。そんなことはないよ。当たったら出れるんですよ。当たろお前。いやもう年末の仕事もないじゃないですか。解説者も長いんだよ。でもあれだな、1回ぐらい全球団当てたいよ。いや本当っすよ。な、見たいっすよ。いや見たいっす。だからこれ見たいっす。なんかこうもうスーッと降りてきたから大丈夫。今年はじゃあいつもと違うってことですか。毎年、例年に比べて。いやいつも迷うんだけど、はい、すっきりする。おお。これは来たんじゃないですか。期待できますね。はい。もう締めていい？そうですね。はい、ありがとうございました。